はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。今日は何の話かというと、ウーダループを取り上げます。ウーダループを使った成長プロセスですね。例えばビジネスキャリア、専門スキルをこう伸ばしていく、増やしていく時のポイントにウーダループの考え方が使えるなと思いました。ウーダループを使ってどのような成長プロセスをこう進めていくと良いのでしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日はウーダループを取り上げます。ウーダループを使った成長プロセス、どんなふうにこう成長していく、お仕事での成長、キャリアでの成長、自己成長、自己実現をしていくときに、ウーダループの考え方がすごく参考になる、フィットするなと思いました。ですので、順番にこうウーダループに沿って、こういうふうな考え方をしていくといいよという内容になります。で、内容の構成なんですけれども、まず前半では最初に、ウーダループについてこういうものですというものを簡単な説明、イメージを共有させてください。で、後半ではじゃあウーダループを使った成長プロセス、どのようにしていくのか、これを見ていきましょう。はい、ではまずウーダループについてです。皆さんはウーダループご存知でしょうか。ウーダループというのは4つの英語の頭文字 OODA からなっています。で、最初の O なんですけれども、オブザーブ、観察になります。で、2つ目の O がオリエント、解釈とか判断をします。で、次の D がディサイドですね、意思決定。そして4つ目の A がアクト、実行になります。この4つですね、観察、判断、意思決定、そして実行、この4つを人1回のループとして何回もこうぐる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 回していく、これがウーダループになります。なんとなくなんですけれども、ウーダループイメージは共有できたでしょうか。もしさらに詳しく知りたいなと思った方は、ウーダループで検索いただくと、いろいろなサイトで説明がされていて、出てくると思いますので、もし興味があれば調べてみてください。はい、ではここから後半に入っていくんですけれども、じゃあウーダループをどういうふうに活用できるか、これは組織でも個人でもあるんですけれども、今回は個人レベルにフォーカスをしてウーダループの応用で、こういうのが一つ例としてあるよという話をしていきます。具体的には成長プロセスになります。キャリアとか専門スキルを培っていくときに、ウーダループの考え方、やり方をはめるとうまく回るなというふうに思ったんです。で、ウーダループのまず最初の一つというのは観察でした。で、観察から、次の解釈ですね。で、何かこうやっていく、取り組んでいく、挑戦するときのポイントとしては、まず、現状把握が大切だと思うんですね。目の前の、実際に何が起きているのか、自分の周りの環境をまずは理解する。これがウーダループの O にあたる観察です。で、そこから次のオリエント、解釈をして大きな方向性を判断するというのがオリエントの判断になります。で、ここでも成長プロセスでも同じだと思っていて、実際に事象で観察したことから、自分はどっちに行くんだ、どの例えば専門スキルをこれからやっていくのか、どの環境で働いていくのかという大きな方向性をまずこう戦略としてですね、判断をしていきます。で、次に意思決定をして実行、 OODA の D と A になっていくんですけれども、成長プロセス、何かをこうチャレンジして自己実現をしていくときに大切だと思っているのが、その決めた方向性、こっちだと思った方向性を意思決定をして、まずは試しにやってみるっていう、このとりあえずやってみるっていう感覚なんですね。で、これが OODA の A の、実行に当てはまるんですけれども、まずは失敗してもいいので、ちょっとでもいいからやってみる、このこうマインドセット、姿勢が大事だと思うんです。で、ウーダループのポイントというのは、1回だけのループではなくて、何度もこうぐるぐる回すということをお伝えしました。で、この今回の成長プロセスでも同じだと思っていて、その試しにとりあえずやってみたということから、何が分かったか、何が起こったか、何が自分にはできて何ができなかったかという、こう自分へのフィードバックですね、直接のフィードバックもあれば、間接的に分かることも含めたフィードバックが得られます。そこからまたさらに観察をして、その文脈において、自分のいる文脈において何を意味するのか、これを解釈をします。そして分かったことをまた次の、戦略というか大きな方向性に、反映させて、また実行していく。で、このちょっとやってみて分かったことをすぐに反映して、またそれを次に生かしていく、次にまた実行するという、このぐるぐるぐる回す。で、ただやみくもにやるのではなくて、しっかりと観察をして意味合いを判断する。そこから方向性をしっかり決めてやってみる、意思決定をしてやってみるという、観察とか
方向性の判断というのを間に入れることによって、やみくもにやり続けるというのを防ぐことができます。で、観察というのはこれからやることもそうだし、今やったことに対して何が意味、どんな意味があるのか、何が学べるかといった観察もあるんですけれども、そうしたこれからを考えることと、振り返りの機会、これを持つことによって、どんどんこう、アジャストされていくと思うんです。で、これが、やりたいこと、自分がこう成長していくときの、中身の解像度を高めていくことにもつながりますし、このループをどんどん回していくことによって、成長プロセスができていく。で、結果として、あなたにしかないスキルだとか、知見が蓄積されて、それが次のまた別の仕事に生かされていく。こんなこうポジティブなループを回していく。これをウーダループに沿ってやっていくことが、個人のレベルで応用できる成長プロセス、自己実現とか、専門スキルを高めていく、成長していく、こうやり方、ステップになるかなというふうに考えました。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひ聞いてみてください。また、フォロー、チャンネル登録をしていただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。